政府は27日、新しい資本主義実現会議を首相官邸で開き、10月中に取りまとめる経済対策の重点事項を示した。税制措置では企業減税を柱とし、中小企業の賃上げを促すため赤字の場合でも優遇措置の恩恵が及ぶようにするなどの減税強化や、経済安全保障上の重要物資である半導体などへの国内投資を長期的に支援する減税制度の創設を明記。特許など知的財産から得られる所得に対する減税制度創設も検討する。具体策は年末にかけての2024年度税制改正議論で詰める。この日の会議では、主に企業向けの減税措置を打ち出す一方、物価高などで家計に打撃を受けている個人向けの減税措置には踏み込まなかった。現行の賃上げ税制では、中小企業などが賃上げを実施した決算期が赤字だったり繰越欠損金があったりして法人税を払っていない場合は、減税措置の恩恵が及ばない。このため将来の黒字を見込んで一定期間、減税する権利を繰り越せるようにする方向だ。中小企業は景気の影響を受けやすく、業績が厳しい状況でも賃上げをしやすい環境を整える狙いがある。企業減税草。大規模減税を表明の後ポンドが歴史的暴落をし49日で退陣した女首相がいなかったか。しかもそれ、金持ち減税。やってることは同じ。しかも少子化対策も、所得制限の上限撤廃。何それ。法人税減税は草。国民の税金は上がる一方で、法人税は減る一方。給与って税引き前の利益が源泉だから法人税下げても意味ないだろ。ひとまず賃上げ、赤字、黒字にするために首切り、優遇措置ゲットだぜ。これでOK。人手不足なんだから今のうちにクソ企業を潰して労働力を優秀な企業に集約化し生産性を高めるべきだろ。このチャンスを逃したらもうないぞ。大企業の生産性の高さって下請けの生産性を譲ってもらってる側面がかなりある。生産性の低いものを外注してるし価格も下げさせてる。つまり大企業で一元化したら実は生産性が落ちる。これはある。例えば雇用リスクを下請けに丸投げしてる。仕事増やすから従業員雇っておけと言っておいて平気で仕事切ったりする。庶民やサラリーマンには減税全然関係ないな。数年後に消費税上げてさらに景気悪くのに賃上げなんてやれるのかね。内部留保埋蔵金みたいに思ってるのか。何が新しいのか。従来通りでは。これは新しいぞ。本来は住民税とかの国民が納める税金を減税して国民に直接金が行くところを、法人税を減税して、その金を国民に行くようにした実際には、国民に金は行かずに、資本家が独占。新しい資本主義という看板通りの政策やな。アベノミクスで何が起こったか理解してないよね。岸田。これで社会保険か所得税か消費税の3択。消費税は多分無理だから社会保険かね。社会保険料を下げてくれればいいのに年金手取り額は資産や収入の上限を下げてほしい。企業は減税、お前らは増税。経済対策に企業減税はギャグだわ。これってどの辺が新しいの？不景気なのに増税しちゃうところが新しい。近現代経済史上類のない出来事やで。人間法人。これが今の日本だよな。法人税減税しても給料は上がらない。大企業は減税する必要はないが中小企業は減税する必要がある。バブル期超えの経常利益に内部留保なのに、まだ企業減税すんの？賃上げせずにそのままトップが取るだけ。アホでもわかるだろう。今の景気がいつまで続くかに依存するかな。不景気になるタイミングでこれなら良い政策になる。が、防衛費上げるとか言ってなかったか？大丈夫かよ。逆だろ普通。企業は増税個人は減税だぞ普通は。企業が賃上げした分法人税を減税できるって制度か。大企業様早いですな。最低賃金引き上げ強制的に最低ラインの引き上げ平均給与が上がる。消費税下げる国民全部の実質可処分所得が上がる特に貧困層。法人税下げた分民草から増税しないと。お前らから働く場所を奪うわけにはいかないからなこれが岸田の優しさ。雇用回復働きたい放題。社会保険料を上げたら赤字企業には実質増税。つまり子育て税は消費税しかありません。消費税やると自民倒れるやろ。年金も実質減らされて消費税も上げたらさすがの年寄りも切れるやろ。企業減税で日本人は救われる。やる気がないなら、令和時代の自己責任論のセリフでも考えてみてはどうか。会計や経費っていう逃げ道があるのになぜ。って俺も経営側だった。法人税増税で節税のために人件費上げさせるんやで。さっさとやれや。何されようが増税で収入減な上、円安物価高なら何の意味もない。賃上げしても手取り変わらなさそう。また金持ち減税。日本のために働こうという気が起こらないのは、下級民やからかな。なんで国民に直接給付しないの？ばらまかれるより減税してもらった方がいいやろ。微妙だな。現状の企業向け賃上げ優遇策は赤字では恩恵がなかったが、今回は将来黒字になった場合を見込んで一定期間、減税できる権利を繰り越しできるっていう話みたいだが、日本の中小企業は7割がもうずっと慢性的な赤字だ。あんまり体制に影響はなさそう。これで賃上げするぞって中小企業はあまりないだろう。
政府が企業対策で金融市場に撒いた金をファンドが食いつぶす。企業も国民も手元に何も残らない。弊社は黒字すぎると税金で持ってかれるから秋のボーナス出るわ。うちらも優遇措置もいるのかな。零細自営はインボイスで締め上げて大企業は減税とかマジで貧民丸しに来てるやん。こんな重たい政府支えてられっか。ぶん投げるぞバカ野郎。俺たちにできることは貧乏の連鎖を断ち切ることやね。つまり少子化になるってことやね。だかさ違うんだよマジで。賃上げは大企業がメインやろ。賃上げ優遇するのではなく、賃上げしない会社の法人税をどんと上げよう。企業と非課税世帯ばかりが恩恵予想通り。それより、非課税世帯が4件に1件って、やばくね。企業減税ってさ経団連の要望だよね。岸田が円安にしたんじゃなくて円が価値が下がったからだろ。世界的インフレが日本にはうまくいったが値上げばかりで格差はますます広がり、途上国人レベルの国民が増えた。企業減税でその他は増税ってかい。賃上げできない会社は、下請けとか孫請けとか、大企業が賃上げするために、犠牲になってたりとか、要は交渉力が低い会社とかじゃね、足元見られてるみたいな。実質賃金16ヶ月連続マイナス消費支出マイナスなんだから、家計減税が先だろ。企業は減税谷草は増税とか、多国籍企業に支配されたディストピア映画かな。賃上げが条件だし関係ない話じゃないでしょ。中小企業なんて3割ぐらいしか法人税払ってないからな。増税一部しか賃上げにならないんだろ。なら増税の方をやめろや。実質賃金16ヶ月連続マイナスに消費支出マイナスなんだから家計減税が先だろ。浮いた法人税は企業の海外への投資に回るだけ。消費税を 5% に戻せよ。物価高などで家計に打撃を受けている個人向けの減税措置には踏み込まなかった。もう草も枯れるわ。企業から人への所得移転をするフェーズだろうに。またなんかわからん指標で体感のない空気後継企業だけでしょう。30年それでやったんだから。100% 給料なんぞ上がんねえから。物価下げろ。円安誘導やめろ。法人税なんてずっと減税してきたのに賃金も上げないし投資もしないのに企業減税とかマジで意味ない。それよりも消費税の減税と社会保険料の減免だろ。輸出振興策として消費税、輸出企業には消費税を戻すのだけど、下請け企業にもまんべんなく戻しているのかな。輸出企業に益税が残ってんじゃないの。赤字でも恩恵、赤字でも支払い義務のある消費税廃止が一番では。成長できない企業の延命はやめて生産性上げていかないとこのまま永遠に漏水するぞ。一定以上給料のベースアップしない会社は入札できないようにしろよ。トリクルダウンはありえねえよ。ここは消費税下げて法人税上げだろ。1、2万手取り増えただけで子供増えると思ってんのかね。くさ、少子化なんとかしないと終わりだよ。くさ、そして内部留保へ。企業には減税、収入少ない貧乏にはばらまき、働いて国を支えてる人たちには増税。富の再分配を放棄したか。お金を配って国民を助ける、減税して企業を助ける、こんなのばっかり。日本企業の競争力を上げて外国企業との競争に勝って日本を根本的に成長させる、豊かにさせるっていう発想は全くないの。企業には減税、庶民には増税。法人税をがっつり上げろ。円安の今なら国内資産を処分して海外に逃げたら、大損するからな。ゾンビの中小を潰さないと。減税したら企業がお金使ってくれるやろ。の妄想は止めろよ。景気悪くて儲からないんだからお金使うわけがない。資本主義というか共産主義というか社会主義だな。経済対策？企業減税が柱？意味わからん。企業に増税しないと金使わないだろ。法人税が高い景気良い、法人税が安い景気悪い、それ景気を悪くする話だよ。経団連からの要望もあったからね。10万配っただけで良いな。賃上げしなきゃ罰則ぐらいにしないと日本の中小企業やらないし、赤字のとこが将来利益出る予定だから賃上げするわってなるわけねえだろ。一番必要なのは消費税凍結だろ。内需ボロボロだぞ。企業減税が柱くさ。つまり庶民には厳しい冬になると。減税して設備投資に金回して効率化を図るんなら良いんだけど、これまで企業に対して減税しても内部留保に回ってるだけで何にも変わらんからな。非効率なままで競争力だけ落ちてくのが加速するだけだな。新しい資本主義とかごまかしは卒業しよう。中身は新しくない社会主義なんだからさ。くさ、経営者優遇は格差を広げるだけなのに、日本の相対的貧困率の高さが危機的な水準にあるのを知らんのかね。政治家や官僚は。やはり法人税減税か。ちなみに法人税減税と消費税増税はセットだぞ。普通赤字で賃上げする企業があるのかよ。個人向けに減税しろよ。消費税上がるんですか。それはそれは。うわぁ、このゴミを読んでまだ企業減税かよ。そこまで経団連に媚び売る必要ある？国民全員的に回してでも経団連優遇する意味マジでわからんわ。企業減税ってことは近いうちに消費税上げるんだろうな。消費税が 15% 以上になっても老後の資金数千万円で丸沼で働けかな。経済力そんなにあるように思えないけれど、消費税上げるんやね。まあ頑張ればって感じ。またブラック企業を守るのか。企業減税しても全然吐き出さんからどんどん消費減る一方じゃん。企業を肥やしても国民は豊かになりません。いいからブラック企業潰せよ。
金払い良いホワイト企業を増やすのが、結果的に景気の上昇につながる。わかれっちみん。年収120万のアルバイトとかもう働くのやめた方がいいレベルよね、この国さ。物価高対策は？アベノミクスで一番の恩恵を受けたのは借り入れが多い中小企業社長。富裕層が激増したのもここ。中小企業に支援する必要あるのかね？富裕層だろ。バカなんじゃねえの。好景気なんだろうが、歴史的賃上げが起きてんだろ。草生えるわ。なんで経済対策を複雑にすんのかう。法人税減税は効果低いぞ。賃上げはほぼ永続的なのに法人減税はその気だけしか効果ないからな。企業はバカじゃないんだよ。え？個人からは絞り取るのに？企業減税と投資減税。外人に日本の現金預金を減らせと圧力かけられてるのは理解するが、リスク許容が狭い日本人に無理だってば。普通に全国民に関係する減税は意図的に外すスタイルだから嫌われる。確か、安倍ちゃん時に法人税減税するから従業員の給料上げてやれって言ってたのよね。ところが、ほとんど内部留保して、給料は上がらずしまいで、今に至っているんだよ。それなのに、今回は何か期待できるの？単に、企業優遇してるだけじゃん。待て待て、企業は絶好調のはずでは？今支援しなきゃいけないのは家庭だろ。格差広がってるって話だから法人税か配当にかかる税を上げた方が良いと思うけどな。企業は減税、非課税世帯にはばらまき、サラリーマン世帯は今まで通り頑張って税金を納めろ。やってられんわ。企業減税株主への還元になるだろうな。従業員にはスズメの涙のサラリー与えるだけ。それでも大企業ならかなりマシなんだろうが、それで消費税上げるってことなんだろうけど、本当労働組合とか何やってんのお前らって感じだよな。投票してくれる人は減税します。してくれない人は増税します。一部の赤字企業を延命させるために増税で消費増えないようにして国全体の企業利益減らそうって魂胆ね。企業は支援必要な状況ではないだろ。来年は消費税 15% の話をしてそう。物価上昇に加えて消費税アップじゃ経済冷やしすぎで賃下げまであるな。法人減税したらむしろ給料削って利益を上げて配当に回せという株主の声がでかくなるだろ。また法人税減税？ついこの前減税せんかったか？知らんけど、消費税で増税する路線が一番大企業にとって被害が少ない。なんなら法人税減税までしてもらえちゃうんだから、そら消費税増税路線を支持しちゃうというか支持してる。基本経営者なんてケチなんだから、企業減税しても従業員に回るわけないだろ。中小は減税してもいいと思うが、大きい企業や上積み跳ねてる業種なんかは増税すべきだろ。円安物価高で苦しんでいるのに企業減税はおかしいやろ。消費税下げろ。サラリーマン公務員優遇の控除を廃止して消費税かけて納税させろ。不公平不平等だろ。いや減税方向にせよ。なんで互いに足引っ張ってみんなが損する方向に持ってくねん。インボイスでもそうだけどさ、この減税でどうやってスピード感を持って家計支援できるんだ。賃上げあるとしても半年は先だろ。溜め込むばっかの企業優遇してもまた溜め込むだけだぞ。すでに内部留保は過去最高じゃねえかよ。賃上げしないと人材流出する企業だけ恩恵があるばらまきだろ。言われなくてもコロナ禍での給付金断たれて倒産件数順調に伸びてるよ。結果的に単純労働しかできないワープワが苦しんでるから、蜘蛛の糸を垂らしてやってるんだろ。単純労働は人手不足だよ。いらないのは事務とかホワイトカラーとか非肉体労働系。建設業に人は集まらない。かつて建設業に従事していたような連中はホストになってる。つまり飲食業へ人が集まり、飲食業が倒産しても移転は進まないのが現実なんだよね。防衛費財源のために来年から法人税増税するのに何をしてんだか。いい加減好景気の時まで財政出動やりたがる修正直せよ。消費税は大企業にはがっつり還付も戻ってくるからな。法人税以外は絶対に下げない。消費税増税で穴埋めするんですよね。知ってます。所得税減税をすれば可処分所得が増えて賃上げと同じ効果になるのでないか。企業減税しても企業が従業員の給与を上げてくれるとは限らんだろ。特に中小企業は。中小企業は独自でシステム開発する力ないから、減税よりインボイス免除の方がありがたい。還元するとかいう話はどこ行った？うちは夏のボーナス20万ぐらい上がったな。そういえばこりゃダメだ、円安インフレの対策になってない。やってる感を出したいだけ。またラーメン屋が倒産するのか。内部保有増えるだけじゃん。絶対に下っ端社員の給料なんて増えないよ。そもそも少しぐらい給料上げても累積課税の日本では社会保険と税金増えて可処分所得はほとんど変わらない。つまり法人減税分の財源はほとんど国に戻っていく。いや控除とかから外れる人も出てくるから、逆に減税以上に国に戻るんでは。日本の成長の足引っ張ってるのってどう考えても日本政府だよな。企業に減税じゃなく個人に減税すりゃいいのに。個人は金持ってるって統計になってるから無理。老人増えてるからそこに偏ってるだけだがな。
個人とは癒着できんからでは。どうせ経団連が絡んでるんだろ。企業減税が柱。は、また上級国民の企業優遇かよ。大概2世や個人を優遇せいや。企業によきに計らってこれまでどうだったか。名ばかり好景気が一時的に訪れただけだ。企業減税しても配当に回すだけだしな。これを、ガソリンなんて公金で爆益なのに価格は下がらず配当に使われてるもんな。配当と役員報酬な。最賃一律化爆上げの代わりに、それで完全に積む零細企業や個人事業主にその不足分の差額を補助金として配ればよいだけなのに。意地でも主税、ガソリン税の二重課税はやめないんだね。倒産したら失業率が上がるしな、すでに失業率が上がってるし。賃上げしたら減税と言ってるのになんで配当に回るんだ。減税分を全て賃上げにと入ってないんでは。1円でも賃上げだぜ。そもそも年功序列が強い日本では毎年少なからず昇給はあるだろ。つまり賃上げ優遇というのは法人税減税の理由が欲しいだけ。賃上げできる体力があるのは大手企業だけだよ。つまり中小零細企業とそこに勤める人には何の恩恵もなく、物価高だけが重くのしかかる。賃上げ社会保険増税金増、サラリーマン手取り増えねえよ。可処分所得上げてくれませんか。独立改良すればよいんだよ。経団連の言ってるままだな。そのうち消費増税もやりそう。またトリクルダウンで下げります。物価対策しろよバカ。安倍と同じことやってる。法人税減税しても賃上げには繋がらない。企業を減税した方が経済効果が高いからじゃないの。人手不足なのに雇用の創出を促して意味あるのか。企業に減税するなら所得税上げて調整するしかないよな。税収減ったら国民から非難されるし。賃上げ減税の目論みが当たって実際に賃上げが起きれば、所得税も消費税も自然増収が期待でき破する。そううまくいくかはわからんけども。賃上げ減税自体は前からあっただろう。うまくいってないが。仮に賃上げ減税が存在しなかった場合は、賃上げ率が今以上に低くなっていった可能性があるため、評価が難しい。試験管の中で対象実験できるようなものじゃないからね。賃上げのための減税に怒るなぞ国民。はあ、また企業減税。ほんと何も変わらないな。官僚も政治家もさっさと若い世代に席譲りなよ。物価高、物サービスが上がるとは賃金も上がる。制度が間抜けなために円安になるほど人手不足となる構造にもなっている日本。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。